アッタポルプスパコムは、タイ王国、チョンブリー県出身の元サッカー選手、元サッカー指導者。1985年から1998年までの間、タイ代表選手として85試合に出場し、13得点を記録した。1998年に引退後、2001年に、ベックテロ・サーサナー FC のアシスタントコーチに就任し、指導者としてのキャリアをスタートさせた。 2001から02シーズンのタイプレミアリーグを制した、ピチャイピトゥーウォン監督の公認として2002から03シーズンから監督に就任した。AFC チャンピオンズリーグ2002から2003は、グループリーグ初戦でカシマ・アントラーズと引き分けると、第2節のオータシチズン、第3節の上海進化に連勝して、グループ A で1位になり、準決勝に進出した。 準決勝は FC パフタコールタシュケントに2戦、合計スコア3-2でセリー勝ち、アルアイに FC との決勝に進んだが、2戦、合計スコア1から2で敗れ、準優勝に終わった。プレミアリーグは2002から03、2003から04、シーズンと2年連続で準優勝に終わった。2010年、ムアントニユナイテッド FC を離れ、ブリーラムユナイテッド FC の監督に就任した。 2010シーズンは6月と10月の2回、プレミアリーグの月間最優秀監督賞を受賞した。2011年、プレミアリーグ過去最高記録の85ポイントを獲得し、クラブ通算2回目の優勝を決めた。2011シーズンは、タイ FA カップとタイリーグカップでも優勝し、国内3冠を達成した。AFC チャンピオンズリーグ2012は、 グループリーグ初戦の柏レイソル、第2節の甲州久差次第に連勝したが、その後、4連敗して、再開で敗退した。2012シーズンは、プレミアリーグは4位と低迷したが、FA カップとリーグカップの2冠を達成した。AFC チャンピオンズリーグ2013は5月1日に、行われた、グループリーグ最終節 FC ソウル戦の後半に、テーラトン・ブンマタンのゴールで追いつき、 クラブ史上初めてグループリーグを突破した。しかし5月3日にブリーラムユナイテッド監督を辞任してバンコクグラス FC 監督に就任することが発表された。2013シーズンはプレミアリーグの年間最優秀監督賞を受賞した。ブリーラムユナイテッド監督時の4月、バンコクグラス監督時の9月には月間最優秀監督賞も受賞した。 2015年4月16日、死去した。ありがとうございます。